宝達清水町は石川県の中部にある町。能登半島の付け根にあり、白衣群に属する。町内には能登地方の最高峰である宝達山を有する。旧能登国際南部に近く、能登地方では最も加賀地方よりの口能登に位置する。県庁所在地である金沢市への通勤率は15.3%。石川県の町は、 平成の大合併より以前まではすべて町と読んでいたが新設された東町との都町は町と読む。町域は日本海側から富山県との県境まで広がっている。石川県内で最初の旧石器が発掘された。縄文時代や弥生時代の遺跡も町内各地で発掘されている。天正12年には前田都市院へと笹成政の間で 末森城をめぐる、攻防戦が行われた。江戸時代には、加賀藩の農政の末端を担う十村役として、北家と岡部家が置かれた。宝奪山には、金山があり1903年の、加賀藩家平録によると、1584年に解散、し、行動12箇所の崩落により閉山した1628年まで、採掘された。 宝達山での金の採掘が衰えたため、甲府は、加納越三国の堤防や、用水路の工事に従事するようになり、宝通ると呼ばれ、辰巳用水の掘削や宝達川の堤防工事などにも加わったと言われるが資料が少なく、詳しいことはわかっていない。旧押水町の高野町地区には、押水町の名前の由来となった、押の泉と呼ばれる湧水がある。 昔、工房大師がこの地を通った時に水を求めたところ、老婆が一杯の水を恵んでくれた。その例として大師が杖で岩をしたところに、清水が湧き出たという具法水伝説が残されている。2013年、国際連合食料農業機関が推進する、世界重要農業遺産システムに認定されていた、能登の里山里海に、追加認定された。 旧お清水庁舎3月末で、閉鎖2005年3月1日から2010年3月31日まで、分庁方式をとっていたが、2010年4月1日からは、塩庁舎に統合された3月31日をもって、お清水庁舎は、行財政改革と庁舎の老朽化のために閉鎖された、工業農協金融機関郵便局、宝達高等学校高等学校中学校上期に、 中学校を統合した宝立ち中学校が平成27年4月に開校。小学校図書館、宝通る駅ちりはまなぎさドライブウェイ末森城押しの泉。ありがとうございます。